店長、お疲れ様でした。締め作業終わった？はい、終わりました。なんかすごい、なんか空気が、誰か暴れてた。暴れてたみたいです。すごい空気が、なんか、見えてる感じがするんだけど。ちょっと仰いできましょう。仰いどこ、仰いどこ。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。今終わりました。終わりましたか？はい。今日で、ここのお店で働いて、2週間ですね。はい。ですか？はい。どうですか？ドラッグストア初めてって聞きましたけど、はい、まあまあでもなんとかやれてるのかなとは思いますけど、他のねみんなもね、はい、近藤さんは覚えが早いってみんな、あ、いいえ、すごい、ありがとうございます、うん、なんかね2週間働いてみて、はい、うちの店でなんか働きづらいなとか気になることがあったら何でも言ってもらって結構なんでね、あ、うん、じゃあ、うん、あの栄養ドリンクの件なんですけど、はい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 、あの補充をするときに、うん、賞味期限が古い方から前に並べてくれって田中さんに教わったんですけど、それはね、はい、基本中の基本です、ね、ですよね、うん、でも最近新しい方が前になってることが多くて、あ、まあ、気づいたときに私が直しておきました。素晴らしい、入って2週間でそれができるっていうのが素晴らしいね。それがですね、うん、今週の月曜日と水曜日と、うん、あと今日だったんですけど、その日の補充って、私だね、はい、私だね、はい、まあなんか忙しくなっちゃうとさ、なんか急に分かんなくなっちゃうんだよね。ごめんね。いえいえ、とんでもない。ダメダメ店長で。いえいえいえ。申し訳ない。とんでもないです。じゃあもう締め先も終わったし、はい、うん、帰ろうかな。はい、店長すいません。さっきレジ閉めたら、おいおい、こっちのレジが1000円の誤差出ちゃってて。え、1000円も出ちゃった？はい。いやー、レジ誤差はちょっと気をつけてほしいんだよね。でも今日こっち側のレジ使ってたのって。うん、私だね。私だ。すいません。もう忙しくなっちゃうとさ、わーってなっちゃうからね。ダメダメ店長だね。申し訳ないね。じゃあここは、私が何とかしとくから、はい、近藤さんもう帰ってもらっちゃって、はい、うん、大丈夫だから、すみません、うん、あ、店長、うん、ごめんなさい、今日シャッターの鍵私が持って帰ります。どうして？だってシャッターの鍵は店長が持って帰るって決まりじゃん。あ、そうなんですけど、うん、あの以前店長がシャッターの鍵持って帰って、うん、次の日遅刻されてたんで、なんかそれ怖いなと思って、だから今日私がシャッターの鍵持って帰ります、うん、そうかそうか、はい、うん、そっか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 、いいね。ね、なんかあの近藤さんが持って帰った方がいいよ。なんかやっぱり私だと遅刻しちゃうしね。あ、すいません。持って帰っちゃって、持って帰っちゃって。申し訳ないです。全然飲んで謝るもん。近藤さん悪くないよ。私じゃ悪いのは。近藤さんもさ、入って2週間だからさ、ちょっとまだ分かんないのかもしれないけど、店長の仕事ってさ、めちゃくちゃ大変なんだよね。はい、わかります。うん、近藤さんってさ、クレーム対応したことある？クレーム対応です。うん、まだそういったお客さんはいらっしゃってないので。ああ、じゃあまだドラッグストアで働いてるとは言えないかもしれないね。あ、言えないんですか。うん、ドラッグストアでクレーム対応って一番大切なお仕事だからね。なるほど。そうだ、じゃあ今からクレーム対応の練習してみようか。今からですか。うん、私がクレーム屋として入ってくるから近藤さんちょっと対応してみて。いや、できるかな。大丈夫だよ、マニュアル通りにやればなんとかなるし、遊びみたいなもんだから。うん、わかりました。じゃあ私入ってくるからね。はい、うん、ウィン、あ、いらっしゃいませ。いやぁぁ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 こんなお客さん、ちょっと落ち着いて、お客様、お客様、他のお客様にご迷惑ですので、もうちょっとボリュームを下げていただいてもよろしいでしょうか。お客様、もう少しお静かにお願いいたします。はい、クレームがあってきました。あ、クレームですね。そうしましたら、あの私が受けたまわります。ああ、どうされましたか。数日前によ、はい、ここでダイエットサプリ買ったんで。あ、それはお買い上げありがとうございます。ああ、ダイエットサプリ買ったのによ、はい、見ろよ、はい、どういうことだよ。どういうことだよっていうのはどういうことでしょうか。お前にはこの体がダイエット成功してるように見えてんのかって聞いてんだよ。とにかく痩せねえっつってんだよ。はい、土下座しろ。土下座？土下座ですか？お客様が怒ってんだろ、土下座しろ。そういったことはいたしかねます。じゃあどうしてくれんだよこの怒りを。いやいやいや、お客様、うわ、お客様、お客様、ちょっと静かにお願いします。
そうしましたらですね、私の、上司の者から改めてお客様にお電話で、連絡させていただきますので、お客様の連絡先をお教えいただいてもよろしいでしょうか。マニュアル通りみたいな対応してんじゃねえぞ。ちょっと、あの店長がマニュアル通りにやれって言ったから。いるんだよな、こういう臨機応変できない新人っていうのが。マジ使えねえよ。店長、もしかしてさっき私がミス指摘したこと怒ってますか。店長じゃなくてお客様。全然戻ってくれない。全然戻って、お客さん、お客様、申し訳ございません。お前よ、はい、入ってまだ2週間のくせに何でも仕事できますみたいな顔してんじゃねえぞ。どけしろ。いや、もう怒ってんじゃないですか。店長で怒ってます。店長、落ち着いてください。お客様、店内にいるお客様、このお店は痩せもしないダイエットサプリを売ってる詐欺ストアですよ。落ち着いてください。お客様、落ち着いてください。ちょっと待ってくださいよ。折れたかもしれない。私何もやってませんけど。折れたかもしれない。折れてないですね。ちょっとマジで、はい、ここのお店ってお客さんに暴力振るんですか。怖ー。いや、もうそれフレーマーじゃなくてやからですよ。あ、はい、折れたから土下座しろ。ちょっと待ってくださいよ。ねえ、土下座させたいだけじゃないですか。いいから、さっきから土下座しろ。いや、ちょっと私土下座しません。あー、お前じゃ話になんねえよ。は、上の者呼べ。上の者。あ、上の者呼べっつってんだよ。呼べないんだったら土下座しろ。いや、上の者って言われても。いや、土下座はちょっと。近藤さん、え、もういいわ。あとは私に任せて。何？お客様、あとは私がお話を伺いますので。はい。どういう状況？はいはい。それはうちの近藤が大変申し訳ございませんでした。近藤さん、はい、土下座して。うわー、ずるい。めちゃめちゃずるい。なんだこの方法。はいはい、そうですよね。そうですよね。じゃ土下座して。土下座してじゃないんですよ。お客様、は、新人のやったことですのでお許しいただけませんでしょうか。普通なんだこれ。お店が忙しいと店長の私もミスをすることがあるんですよ。いや、店長はしょうがねえよ。古い。店長よりの客はしょうがねえよ。やらなきゃいけねえ仕事がたくさんあるんだよ。めちゃめちゃ理解ある。な、なんだこの客。おいお前、はい、さっきこんなに忙しい店長のこと責めたらしいじゃねえか。いや、ちょっと土下座しろ。いや、土下座しろじゃなくて、近藤さん、土下座して。いや、ちょっと待ってください。店長、むちゃくちゃすぎますってね。ね、ねじゃなくて。もういいですよ。別に土下座したっていいですけど、この一連の流れ全部店内の防犯カメラで映ってますからね。これはれっきとしたパワハラですよ。はい、終わりー。まあ、クレーム対応の、ね、練習だったんだけど、どんな感じだったかな。いや、無理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 。どんな感じだったかな、どんな感じだったかな、じゃなくて、どんな感じじゃなくて、いや、私、申し訳ないですけど、店長のこと訴えますからね。なるほどなるほど、なるほど、なるほどね、なるほど。まあまあ、2週間で、ね、入って2週間の近藤さんにはちょっと難しかったかもしれないけどもね。まあ、クレーム対応ってもっともっと大変なこともいっぱいあるからね。どう、辞めたくなった？辞めてもいいよ。まあ、店長の私は辞めたくなっても絶対辞めれないんだけどね。とんでもないブラック企業ですね。このお店訴えましょう。